構ちゃんとさ、外見たら、あれすごいね。あれ、綺麗だね、あの盆栽みたいなやつ。逆にめっちゃ喜んでる。こうチケット売ってるぞ。やっぱ博物館でもチケットある。見て。この人サボってる。この二人はちゃんとやってるのに、この人なんか、肘ついてない？ひよくん？そこだけ売ってないよ、チケット。もう休止中のとこだ。買えないよ、そこから。落ち込んだ。ひりおよく落ち込むな。落ち込んでそのまま帰り行ったぞ。ガールだ。ガールの土偶。土偶やな、これ、土偶。これもよく見たら大きくなってるぞ。ちっちゃいのから、どーって成長してる。最終的に、ヒゲがピロンってなるんだ。ヒレオくん、興味津々。恐竜に興味津々のヒレオくんだ。なんかこれ見たことあるぞ。ヒレオくんの恐竜のやつ。めっちゃ興味津々だぞ。待って土偶でっかい。タペストリーみたいなのあるんだけど。もしかしてここのミュージアム、こいつ、あれかな？目玉なのかな？サモランの、ねえ、サモランのさ、金のイクラじゃない？これ。金のイクラだよね。ね。これあれじゃね？ダウニーがくれるウニじゃね？あ、シシャモシシャモ。ヒーローモードに出てくるシシャモじゃね？これ。シシャモよな、これ。すげえ、隠れてた。この階段のとこに。隠れてた。蝶々。ひにくん蝶々。トンボもいるよ。すごいね、博物館は。ひにくん、ここ床屋じゃないよ、床屋。床屋じゃないからね。これね、DNA だよ、DNA。DNA ってこうなってるらしい。俺にはよくわかんないけど。わー、でっかいイカせんべい。食べたい？食べたそう。ここもよく見るとね、寿司屋さんっぽいよね。酒置いてあるし。日本酒みたいなの置いてあるもんな。渋いね。ステージちゃんと見るとすごいよね。いろんなのあるからな。発見がいい。草いっぱいあるよ、ここ。農園だから。いろんな草あるよ。肥料には悪癖がありまして、草を見つけるとお辞儀をするという。ひりおくん、それ誰かが描いた絵だぞ。違う、これ、農園だけにあるわけじゃないぞ、これ多分。これ誰かが描いてくれたやつだぞ。なんで落ち込むんだよ。うまく描けたらなんで落ち込んだんよ。落下注意の標識ある。これ、金網で落下しちゃうみたいな。やってくれたわ。